各回路正常確認、座標発進。これでいい。あとは向こうのゲートが解放されれば。父様、見つかったか。あと少しだというのに。シューニャ、もしもの時は分かっているな。でも父様、間に合ったか。ゲートが開く。今だ、シューニャ。はて、どこへ行こうというのだね、同志パシパク。シャントゥーラ様の右腕にして一のビラータ、それがまさか忌まわしきネズミであったとはね。よくぞここまで騙し通せたものだ。いや、さすがというべきか。だがその罪、万死に値する。これを持って先に行け。何、すぐに追いつく。でも振り返るな、行け。逃がさぬよ、おえ。はっ、行かせると思うか。さて、どうかな。うん、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 いや、これまでだ、パシパク。マヤカウア。最後に答えてもらおう。あの娘、ラーベンダーナをどこへ飛ばした。それが答えか。なれば語るに値せず。ガん、うわあ。シャントゥーラ様の名において我マヤカウアが裁きを下す。すまぬトリコリ、どうやら約束は果たせぬようだ。押しとる猫ね、か
さんを頼んだぞ。何かと思えば大根か。紛らわしい。どこから逃げ出してきたのか知らんがちょうどいい。母上への手土産とさせてもらうか。押して参る。
はあ、精進あるのみ。これで最後か。妙に生きがいいというか、手ごわかったが。どうした二人とも、そんなに急いで。あ、はい、御前が兄様を探していたのです。御前が？はいです、兄様にお願いしたいことがあるとのことなのです。そうか、わざわざありがとな。妹として当然なのです。よし、わかった。御前の頼みとあればすぐにでもお伺いしないとな。兄様、一緒してもいいですか？僕も一緒に。ああ、なら三人で行くか。おや、いざ尋常に。おお、遅れは取らん。うまく片付いたな。おや、
行くぞ。少し時間を。それ、それ、はっ、せい、いざ尋常に。さあ、先を急ごう。
取り揃えてますよ。どれにしますか？いいですね。商談成立です。不要品ですね。今後も当店で。ちょっと、ここのところ随分とお野菜が高いじゃないのさ。お肉もだよ。これじゃろくに選びやしない。すんません、不作っていうのかここんとこいろいろあって仕方ねえんすよ。そうそう、陸ガニなんかどうです？お買い得ですぜ。巻いてよし、鍋にしてもうまいときたもんだ。それってギギリのことじゃないさ。下処理してる間に夜が明けちまうよ。ほらほら、いい男なんだし、もう少し待ってておくれよ。いや、困っちゃうね。午前のお話とはきっとお肉やお野菜のことなのです。母様も困っているのです。確かに最近野菜がどうとかぼやいてたな。しかしだとして俺に何の用が？エンナカムイの近況や頼み事などが書かれている。今は手伝えそうなものはないようだ。さてさて、見てってくれよ。どれだい？どれだい？買い取りかい？次も当店で。
おや？どこかへ行く前に午前の頼みを終わらせないとな。いらっしゃい。買い取りかい。何する？いいんだな。あいよ。また来てください。さてさて、来てくれたか。オシトル、わざわざすまぬな。早々であるが、近頃作物が高騰しているという話は聞いておるか？はい、市場を通りかかった折に母も同じようなことをこぼしておりました。うん、それなのだがな、このエンナカムイだけではなく各地で問題となっておるそうだ。何でも例年と比べ獣がざわめいており、畑や牧場どころが荒らされ収穫に響いておるとのことだ。さらにはその影響か、時期でもないのに走り物の野菜が逃走を始め、それを捕まえるにてんてこまいらしい。そういうことか。道理で大根が。しかし獣が異常繁殖か。ゆえに注意を怠らないようにと朝廷よりことづかったのだが、この差を心配することはないだろうと高をくくっておったのだが、先日里の畑や牧場どころに被害が出たと知らせがあってな。いやはや参った参った。御前、もしやそれを自分に何とかしろとおっしゃるのでは？さすがはオシトル、話が早い。いやいや、問題を解決しろなどと無茶は言わぬ。
原因を調べてもらいたいのだ。そういうことでしたら、わかりました。僕も兄上を手伝います。すまん、キール。これはただの狩りとは違うんだ。わかってくれ。キュールの気持ちはわかるですが、兄様の邪魔になってしまうです。それにまだ宿題が終わってないのですよ。そうですね。わからないところは教えるですから、一緒にお勉強頑張るです。あ、はい。まずは被害に遭った牧場どころに行ってみるか。行くぞ。それ、行くぞ。これはひどい。ほんと参っちまうよ。俺たちが大切に育ててきたホロロン鳥を大方やられちまった。きっとオルケの仕業に違えねえ。今までこんな里にまで降りてきたことはなかったってのに、一体どこから入り込んできやがった。柵が食い破られている。確かにオルケの仕業みたいだ。いや待て、この牙と爪の跡、オルケにしては大きすぎないか。これはキュールを同行させないで正解だったな。次は畑の様子を見に行くか。それ。オストルさん、ここだ。これを見てくれ。この足跡、牧場どころのと同じか。やはりオルケよりも大きい。こりゃオルケなんかな。でもな、オルケに畑が荒らされたなんて聞いたことねえしな。言われてみれば妙だな。オルケが家畜を襲うのはわかるが、畑を荒らしたりするか。あ、人の足跡。まさか畑荒らし。いやしかし、このエンナカムイでか。なあ、この足跡。すばしっこい。
それ参る。動くな。手荒な真似をするつもりはない。見たところ、このエンナカムイの民ではないが、畑を荒らしたのはお前か。父様。何何を。やめろ、事情を聞きたいだけだ。ダメだよ。君がオストルだってこと証明してもらわないとね。何を言って。なかなかに手強い。見た目に惑わされるなといういい見本だな。だが俺である証明とかどういう意味だ。どうして本気で戦おうとしないの。一つ物の不とは、物の不とは紳士であるべし。相手を侮るなかれ。それすなわちおごりであり、恥ずべきことと心得よ。父様はそう言っていたぞ。その口調。オストルは違うのか。父様のパシパクルの息子じゃないのか。よいか、オシトル。モノノフの義とは、己がためにあらず、弱き者を守るためにあるのだぞ。おや、じ。いや待て、なぜ親父の名を。ガキの頃に死んだ親父の名を、なぜ。どうして知りたいの。父様の息子でないのなら知らなくてもいいことだぞ。父様か。それにその物言い、さらに聞きたいことが増えたな。ああ、いいだろう。パシパクルが長子、押しとる。押して参る。そうそう、それでこそ父様の息子だね。ならば、パシパクルが娘、シューニャ、押して参るぞ。話を聞かせてもらう。
どりゃー解き放つ。前に出る。チューニャだったか。これで話してもらえるな。そうでなくちゃ。それでこそ父様の息子だね。これなら手加減しなくても良さそうかな。手加減？ちょっと待て、手加減するなってそっちが言ったことだろうに。私はモノノフじゃないからいいんだぞ。おいおいだがしかしだ、手加減しているようには見えなかったかな。何？それじゃ次はちゃんと本気でいくね。呪法使い。呪法、油断はできん。これは痛いよ。これは痛いよ。良い戦だった。日々精進だな。勝負ありだ。まだまだだもん。まだ負けてなんかないもん。でりゃあ これで文句ないな。さあ、話してくれ。
様がくれた首飾り壊れ壊れちゃったま、待て、ちょおい、泣くな。そうだ、こうしてくっつければほら、これで元通り。わかった、俺が悪かったから泣き止んでくれ、頼むから。認めてあげる。君は父様のパシパクルの息子だって。それは何よりだ。だがな、人違いってことはないのか。人違いとかはありえないよ。オストルは父様と同じ色をしているもん。一目見て父様の息子オストルだって分かった。色？確かに親父の名はパシパクルだ。だがな、親父は俺がガキの頃に死んでいる。それからしてお前の言う父様とは別人だと思うんだがな。兄様、どこなのです？猫ね。また今夜ここで待ってるから。待て、ここにいたですか。もうすぐ日が暮れるのです。兄様が何かを追って裏山に行ったと聞いたですが、帰ってこないので心配したのです。そうか、心配させて悪かったな。兄上、やっぱり獣とかが。あいにくこの辺りで見失ってしまってな。今日のところは収穫なしだ。母上が心配するな。暗くならないうちに帰るとするか。はいです。パシュパクル殿の遺髪となります。そうですか、あの人は。嘘だ、父上が死ぬはずがない。アシュトル、嘘だ。あの日のことは今でもよく覚えている。あの日もいつもと変わらぬ朝だった。あの死だ、死者は遺髪を出し親父は殉国したのだと告げた。立派な最後だったと。俺は親父が死ぬはずないと泣きわめき、
その死を受け入れるのに長い月日を必要とした。今考えると親父の死を受け入れられなかったのはその亡骸を見てなかったからかもしれない。その死んだはずの親父がだとしたらなんで帰ってこなかった。知らせ一つもなしになぜ。わからん。それに何かが引っかかる。大切なことを見落としているような。あ、ちょっと待て、あの子は親父のことを父様と言っていたな。なのに猫のよりも随分と年上だったぞ。ならばパシパクルが娘シューニャ押してまいるぞ。パシュパクルが娘、まさか隠し子。どうしたのシュトル、顔色が悪いようだけど。いえ、なんでも。いい、言えない。そんなこと口が裂けても母上には。少し外で素振りをしてきます。あら、こんな夜更けに。いや、兄様、私も散歩。猫ね、いい子はもう寝る時間だ。行ってらっしゃい。大丈夫だと思うけど、夜道には気をつけなさいね。はい、行ってきます。